ていう中でやっぱしそのテロップを入れないとどういう意味で言ってんのっていうのが、分からなくなるっていうのが一つすっげえ特徴としてあるのか。そこのところでやっぱしテロップを求めるニーズっていうのが得意にあるんじゃないかなっていうのがあります。これはもう日本語だけの特徴で、だから日本語のところはそのテロップっていうのが、文化として浸透してるっていうところはあるんじゃないかなっていうのはありますね。他のところだったら、いちいち入れんでも邪魔くせえってのがありますし、まあ識字率のところとかっていうのもあったりするのかもしれませんけど、まあでもネットで見る動画っていうのに関してはそこのところあんまり関係ないのかなと思いますからね。ということでネットで調べてどう見るよとかっていう時点でね、識字、率はのっていうその文字を読めるかどうかっていうハードルっていうところ変わってきちゃってると思うんで、っていうようなところかなとは思いますね。いや、そんな中でじゃあ、テロップを入れないメリットって何かって言ったら、感覚性に訴えるっていう意味で言うとテロップがないってすごく有効なんですよ。日本だとなんか例でないかなと思ったんですけど、パッと思いついたのはあれですね、アダルトビデオ。まあどうですか、皆さんアダルトビデオって見たことありますかね。私ね、一応ねその青年潔白で売ってるわけですけどね、まあぶっちゃけて見たことあるわけでございますね。実は見たことあるんですね、アダルトビデオって。38ですからね、うん、あでもね、あんまり YouTube でそんな話題をするのどうなんやと、いうところもあるかもしれませんけど、まあ世の中の人はね、もうほぼほぼアダルトビデオって見たことないかもしれませんけど、まあここからね見たことあるよっていう人だけのね検討の話になってしまうんですけど、あくまでももうみんなアダルトビデオ見たことあるよっていう前提の話をしますからね、ここからあれなんですけど、アダルトビデオってテロップ入れないっしょ。あれってまあ結局テロップを入れたりするとその結局すげえコストがかかるってのはあると思うんですけど、それもあると思うんですけど、さあこれからね、さあ興奮してえなっていう時に文字情報で、もしね、喘ぎ声とかね、そういったところとかね、くちゅくちゅとかね、吐いておったりしたらね、基本的には、乗りにくいんですよ。つまり、感情に訴えるっていうところで言うと、文字っていう、冷静なデータって邪魔になるんですよ。だから、アダルトビデオにおいて、文字情報ってすげえいらないですよね、実際にあったらちょっと見て実験してみたいところではありますけどね、多分なんか結局文字を読んでしまうんでうんってなりますしねっていうところがあるんじゃないかなと思います。まあ実際は別の理由でねつけてないのかもしれませんけどね、単純にコスト面のところの問題とかもあると思いますけど、でもないじゃないですか、ある方なんか売れるっていうわけでもないですから、多分そのやっぱ感情いくらね日本人といえどもね、やっぱりそういったエッチなね、ものを見るときには、やはりその感情性っていうところに至れるところがあるやつっていうのはやっぱし、テロップがあるとデメリットになっちゃうんじゃないかなっていう見方ですよね。だから海外なんかの場合は全然入らないですもんね。まあ、絶対入らないですもんね。だからサムネイルでも日本のその字が作ってるやつって、絶対文字とかが入れて加工してあるアダルトのやつでもねなりますけど、海外ってもうドーンですもんね。全然その文字情報とかそのサムネイルに入れたりとかっていうようなことをしてるところは本当少ないですよね。で。いうのは一つ特徴としてあるのかなとは思いますね。さあなんて話しとったら、もう四日市まで戻ってきてましたね。富田まで戻ってきたや。よし、霧のいいところでカメラ止めてね、締めにかかりたいと思いますけどね。まあね、そんなこととかいろいろ考えながらね、一応やってはいますよ。こんなところでもね、一応それなりに戦略性考えてやってたりしますよ、なんてね、ことも言いながらね。あと、そら、ここだけちょっと切り抜きで、
パッと使って出すと思うけど、すいません、ニコニコ動画ね、とかで、その、4月の、今から7日 ?7 日までに、ね、その、加工のやつ上げてね、8日、9日から、セームタイムでね、YouTube のセームタイム配信しますよっていう話をしてたんですけど、すいません、新しいアップデートしたね、その、一斉動画投稿のね、複数動画投稿のシステムをいざ蓋開けてみたらですね、ちょっとこれ500本残りのやつを一気に投稿するのはかなり難しいなというところですね。そういったような仕様ではなかったんでね、まあそんな仕様まずないですからね。ちょっと1日頑張って500本ぐらい動画を開けたいですって人な、違法アップロードぐらいしかねえだろって話になっちゃうんでね。それは仕方ないかなというところで。うちのところもだってこの週が終わってしまったら、そんな需要なくなりますからね。というところでね。ちょっと今戦略の立て直しを考えてます。ちょっとすいません。ニコニコ動画に関してはしばらくまたずっとアーカイブを1日3本ね、出していくような形になるのかなとも思います。ちょっと、連休の間逆にその10本までしかやっぱタイマー予約ができないっていう仕様は変わってないんで、そうすると1日3本で計算しても、9本と10本とかね、3日分とかになってくるんで、ちょっと、もしかしたらちょっとドーンと出かけるかもしれないんで、そうするともしかしたらどっかでね、ちょっと動画の投稿がタイマー予約できない分ね、穴が開いちゃうかもしれないなっていうね、ちょっと保険をここのところでチラリと言っておきながら、ね、ここだけちょっと切り抜いて作って先に上げとこうかな、って思いますけど、ちょっとすいません、そういうような感じで計画変更を、企てております。これはね、ちょっと最初に言っておいた計画からちょっとだいぶ飛んだになっちゃったんで申し訳ないなという面が強いですけどね。あとあれですね、単純にこの前185本を開けた時にもちょっと薄々思ってたんですけど、結構なタコ嵐になっちゃってますもんね。もう全体に占める動画の中のそのタコの河川率が異様に高くなる。それもね、じわじわとやっとるならばあるしも、1日に100本とかね、あげてね、それでね、バッとね、塞いじゃうとね、ちょっと、一般的にね、普通に動画見たいよって人からしてみたら、ちょっと邪魔になってしまうなっていうのでね、ちょっと、なんやねん、こいつっていうね、ところが、出るよなっていう感じがあったんでね、ですからちょっと連休中にね、ちょっと1日休み取る時にまた200本ぐらいあげようかなっていう計画も考えてたんですけど、それはさすがにちょっとやめておいた方がいいのかなと思いながらね、思いながら連休中にちょっと時間が作れたらやっちゃうかもなと、まあその時はね生放送でやってみようかなと思いますけど、一応そういうような感じで、まあ、それができるんだったら200本プラスで上げれるんで、そうすると多分名鉄ターミナルの直前ぐらいまではね、追いつけると思うんで、だいぶ近づけれると思いますからね。そんな感じで思っておりますと、いった感じかな。あ、せっかくラムによってか、こっちに来てあげたら、ここだよな。ラムで締めよう。普段なら日向の方まで戻る前に喋るんですけどね、まあ言うて喋りたいことをとりあえず喋ったかなっていう感じもありますしね。まあ一応取れなかったとしてはありかな。こんなもんで、ね。普通こんなの取れなかったと思わないけどね。いやー、すげえな。我ながらね。今日に至っちゃ撮るつもりなかったから、そもそも持ってきてませんからね、カメラ。スマホで済ませてこれでできるんだったら、でも、ありっちゃありですけどね。もうちょっと大きいもの考えたからな。ま、ってこと考えながら。よし。さあ、じゃあもう音いっちゃいよっと。
くれてね。買って帰ろうかね。まあ、こんな感じで。よし。まあ、こんな感じでね。またぼちぼちと。これならサブちゃんって形作ってしまえばね、こんな感じでもあげれますね。能力少なめねともね、入れながら、なんかだんだん全部能力少なくなりそうで怖いですけどね。まあ、こんな感じで、ぼちぼちと、続けていきたいと思いますんでね、まあ、こんなでもいいよと、ね、思っていただける方がね、いらっしゃったらね、ぜひぜひ押してもらったりとかね。あと、こんなトークとかね、トーク内容とかね、こんな話とか聞きたいなとか、ネタ提供とかね、いろいろといただけたらなと思いますんでね、またコメントとかね、いろいろといただけたらと思います。ということで、まあ、この動画ね、これぐらいで締めて、もう買い出しで帰ろうと思います。今、ラムースさん、ラム四日市のラムースね、ということで、帰ります。以上です。ご視聴ありがとうございました。